のところにどうも自由空間もあるらしいんで、そこでとりあえず、もう時間も時間ですからね。あ、吉野家出てきた。吉野家で食って、でちょっと場所も確認してね、それで自由空間向かおうと思います。おはようございます。ということで朝の7時今、8月10何日もう本音をかけとる、8月18日木曜日になりましたね。4本目ですよ、7時15分になりました。ということでですね、この建物の中に、言っとったネカフェのね、自由空間さん入ってるんですけど、実は、自由空間さん使わずに、なんかね、この中にあのサウナ施設があって、そこが宿泊もできる、簡易宿泊施設も兼ねてる、ような構造になってましてですね、そこはなんと税込みで3500円と、で、あのクレジットカードの支払いもね、できたんで、これや、これしかないと、ギリギリ1時までかな、チェックインが1時までで12時40分とかに入ったんで、ほんとギリギリだったんですけど、入ることができたんで、ちょっとすみません、あの共同部屋だったんでね、もう音を出せなかったんで、こうしてやったらね、ちょっと撮影もしれてと思ってたんですけど、もう皆さん 寝静まってる中でね、こっそり入ってってっていう感じだったんで、ちょっとさ、何もね、撮影はできてないんですけどね、よかったです。で、風呂も1時までやったんで、ちょっと急いでバッと風呂入ってという感じですね。本当はね、サウナ入りたかったね、ところですけど、さすがにね、ちょっと20分でチェックインしたのが40分で、そこからね、いろいろ準備してってしとったら、もうね、15分ぐらいだったんでね、さすがにね、15分でね、はい、ね、服脱いで整うまでは無理ですからね。というか私はそのサウナちゃんとやったことがないんでね、一回ちゃんとサウナデビューしてみたいっていう気持ちもあるのはあるんですけどね。いやー、よかった。実はあの吉野家で飯食っとったらバーッと雨に降られましてですね、ですから結構ね、シャワーだとしんどいなってとこあったんですけど、まあね、長い時間ゆっくりっていうほどではなかったですけど、ちゃんとお風呂に浸かれて大浴場があるんでね、それでがすごく助かりましたね。おかげで、だいぶ復活しました。で、ここは各番町っていうのかな、で位置的にはもう俄然ですね、と米子駅行くんじゃなくて、こっから何駅やったかな、富士見町ってなってたかな、っていう駅がもうすぐ近くにあるらしいんで、そっち行ってみます。地図で見た感じこっちか、東海道になってて、で日本航空さんね、走ってますよと。いや、鳥取ですね。で、ここに書いてありますね、本当はね、こっちにしようかなという感じでね、入ったんですけど、ね、そういうのがあるって聞いたらね、そりゃ、そうでしょ、3500円しかも安いですよね。個室じゃないんでね、ちょっとね、動画回したりとか、そういうのにはね、やっぱりちょっと、向いてはないんですけど、どっち行きゃいいんだ、
こってりゃいいみたいですね。で実はね、こっからが実は厄介は厄介なんですよ。で今朝の7時じゃないですか、7時15分ってことで、こっからね米子駅の方を向かって、もうそのままね、帰ってくよっていうんだったら全然間に合う時間なんですけど、こっからね境港を経由するってなるとかなり話が、変わってくるみたいでして、だから今回の目的は境港そっちに行くのがね目的なんで行かないといけないんですけど、これねなかなか電車のアクセスというか、正確に言うと山陰本線の鳥取方面に行く普通列車が全然ないですよね。で最悪一応戻ったら岡山の方に、夜中からはあの岡山の方に抜けるヤクモか、ね、が走ってるんでヤクモを使うかなと思ったんですけど、なんとね朝の5時に情報が出てまして、朝の5時に、途中のところ新見かどっかで、新見じゃないかな、もうちょっと奥の方かな、倒木があったらしかね、らしくてですね、あの雨の影響でしょうね、その影響で、今運転見合わせてるらしいです。えらいこっちゃ。いや今日まああんだけ雨降りましたからね、そういうトラブルは各地で起こってますよねっていうことなん で山陰線で抜けようと思うと、ざっと計算したらですね、京都に着くのが普通列車だけで行ったら、京都に着くのがなんか夜の7時か8時とかってなっとったんで、ざっとの計算ですけどね、無理かなっていうかね、あのざっとで計算できるんですよね。普通列車の本数見たら全然ないんですよ。そもそも多分、普通に行ったら行って戻ってくるだけでも夜名古で、何分待ちやったかな、80分待ちとかっていう計算になっとったんで、これはちょっときついかなと、細いね、これで合ってんの？そういうような感じですね。で、山陰本線抜けてね、山陽本線から山陽本線と山陰本線をあの全制覇みたいなね、やつをやろうかなっていうふうにも考えたんですけど、山陰本線は今のところ全部来れてるんですけど、山陽本線ってよく考えてみたら、あっちのあの岩徳線とかあっちの方に入ったりとかして、やっとったんで、呉線の方にも入ってますしね、山陽本線は全然乗り通してないやないかということと、その山陰本線の方がかなり普通列車の本数厳しそうなんで、頑張って鳥取まで行って、鳥取あたりまで行くとちょっとワンチャンあるのかなっていう感じですけど、ちょっとその際はちょっと時間あるときにまたちょっと時刻表とにらめっこかな。どこにあんの駅、本当にこっちで合ってんだろうな。朝ですね、これでも買ってくれ、朝でしたね今。あそこに線路はある。これが境港線の線路ですね。で、駅どこ？
あれ違うね。あ、いやいや、これか。駐車場は完全にマンションのやつですけど、ここ、ここ、おお、これか。かなり簡素な作りです。これが富士見町駅ですね。どこから富士が見えるのか分かりませんけど、見えるのはそのあれですけど、ボーリングのやつが見えますけど、位置的に言うとここですね。夜中から白道町で富士見町、このところが一番近い感じですね。散々あの朝の、メインストリート後から撮りますよって言っとったけど、全然ちょっと距離が全然違ったんでね。まあ夜中でもしちょっと時間取れそうやったら、そっちの方もちょっとまた見てみたいなと思います。一応こういう感じですね。おザ・簡易な作りですね。ああ、そうか。で、境港線なんでね、当然やっぱし、こういう風になってるんですね。座敷わらし駅なんだ。コロポックル座敷わらし、ドロタボーイ。へえ。そう、米子駅のね、レーバー線がね、有名ですけど、水木しげるさんの、ふるさとなんですよね。それで、後藤走行作業所、あ、そうなんや、最寄り駅なんや。とりあえず日よけして、あとカメラ拭いてちょっと準備していきましょう。一応次が本当は6時54分ね、ここに頑張ればよかったんですけど、と間に合わなかったんで、次は7時54分、これですね。これでいきたいと思います。逆に休日だと33分なんでちょうどいい時間だったんですけど、今29分なんで、今日は平日ダイヤなんでね。よし、まあ待ちましょう。うわー、ただ直射日光もろダイレクトね。よし、